どうも皆さん、お世話になっております。3週連続イベント男でございます。今回はですね、じゃん。こちら、アクアリウムバスにね、行ってまいりました。今回はですね、浅草ですね。月光マーケット、先週の月光マーケットと一緒で、浅草で、開催されておりました。まあね、書いてあるんですけど、4階とね、5階に、ブースがありまして、アクアリウムバスっていうだけあってね、まあちょっとアクアリウム関係の、ザリガニとかね、金魚、メダカあたりが多かったかな。ちょっとね、僕はあんまり詳しくないんですけども、そういうねイベントだったんですけども、爬虫類も結構いまして、おなじみのねボールパイソンやかね、レオパ、ニシアフあたりかな。結構ね、日本のヘビとかもね、たくさんいて、アオダイショウ、タカジホウ、ヒバカリとかね、あまり詳しくないんですけど。あと、まあ、昆虫もね、いましたね。なんかね、海外のかっこいいやつがね、いっぱいいたんですけど。で、今回のアクバスはですね、まあ、ちょっと、まあ、目的がもともとありまして、先々週のブラックアウトですね。で、あるお店に問い合わせたところ、まあ、僕がね、欲しい生態がいますよってことだったんで、まあ、今回のね、アクアリウムバスでね、お引き渡しになりますということだったので、その子を目当てに、目的に、まあ、今回のね、アクアリウムバスは、参加しました。まあ、生態のね、お迎えはその子だけになるんですけど、まあ、その子と一緒にね、今回購入したものもね、合わせてちょっと紹介していきたいと思います。はい、毎回ねイベント行ったら買うんですけど、コオロギですね。イエコ、ハウス二例、ちっちゃいやつですね。うちの悪魔ちゃんたちが食べる大きさの、すごい反射して見えないですけど、ちっちゃいねコオロギです。で、今回ね、購入品はこれで最後になるんですけど、この、一応レプタイルボックスって言って売られてたんですけど、まあ、ケースにね、穴開けてっていう感じのやつですね。よくあるやつ。今回ね、お迎えした子結構ちっちゃいんで、当面はここでちょっと飼育してあげようかと思います。はい。で、今回の、お迎えしたね、子なんですけども、こちらの子になります。じゃん。ウェブカメラで撮ってるんで、いつもと違いますが。はい。皆さんおなじみ、レオパですね。で、この子はね、モルフというかね、まあちょっとレオパっていうとね、違うかもしれないですけど、一応ね、アフガニクスという、モルフになります。モルフなのかな、これは。アフガニクスっていう、もう種類ですね。だと思ってます、僕は。一応ね、ワイルドラインアフガニクスということで、販売してたんですけど、そうですね。まあ、ワイルドの子ではないんですけど、ワイルドライン、なんていうんですかね、原種の子ですね。まあ、難しく考えずに、レオパのね、原種の中の、アフガニクスというね、種類だと思っていただければと思います。僕もね、ちょっと詳しくはわからないんですけど、まあね、アフガニクスっていうだけあってね、産地がね、そのまま、お名前になってるということで、こちら、男の子のベビーですね。なかなかね、アフガニクスは男の子がね、いないんですよ。今回ね、ちょっと運よくね、田舎のヘビ屋さんっていうね、ヘビをね、いっぱい売ってる、ショップさんなんですけども、そこのね、女性の方が、アフガニクスのね、ブリードをしてるということで、今回、お迎えさせていただきました。で、結構、ちっちゃい時は、こんなね、まあ、ハイイエローだかわかんないような、柄をしてるんですけども、ちょっとね、うちに、アダルトの女の子がいるので、ね、見せたいと思います。こんな感じになるよってね、イメージですね。こんな感じですね。綺麗に撮れてるから、めっちゃこっち見てる。めっちゃこっち見てるよ。ごめんね、出しちゃってね。
ヒュンヒュン言ってるなんか。はい、この子は女の子なんですけど、この子同じね、アフガニクスっていう種類ですね。種類、うん、モルフ、アフガニクスです。ね、大きくなったら、まあ、バンド模様がね消えてこんな感じにね、渋かっこいい感じになります。はい、もう一回ね、ちっちゃい時はねこんな感じで、大きくなるとあんな感じにねなりますということでまたね、イベントに行ってしまいました。まあね、結構最近ねイベントが多くて、まあ同時開催ね、同じ日に違うイベントがやってたりね、結構飽和状態になってると思うんですけども、まあ、イベントね楽しくて、前の動画でも言ったかな、楽しくてね行きたくなっちゃうんですけども、まあね、ちょっとずつ控えて参加するイベントをね選んでいきたいと思いますので、次のイベントはですね11月のトンブリかなに、参加したいと思いますので、多分ねそれまでイベントの動画は、ないと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。